皆さんこんにちは、伊藤海人です。今回はデビルハンカチーフというマジックをやってみようかなと思います。使うのはこちら。両面、水玉模様のハンカチ、こちらを使います。そしてもう一つ使うのが、こちらのトランプです。こちらのトランプを数枚使うんですけれども、まずその前に、こちらのハンカチを、このように四隅と四隅を合わせ、折っていきます。さあ、しっかり綺麗に折ると、こんな感じ。そして今からこのハンカチの中にトランプを入れていきます。まず1枚目さ、しっかりと入れていきます。2枚目、さあどんどん入れていきます。3枚目、4枚目、そしてラスト1枚、5枚と。さあ今こんな感じで、今、ハンカチの中には計5枚のトランプが入っている状態なんですけれども、今から僕がおまじないをかけることによって中に入っているトランプにある変化が起きるんですね。さあ今からおまじないをしましょう。いきます。指を鳴らすと、先ほどのトランプがなんとこのように跡形もなく消えてしまいます。ただ人間誰しも愛用しているもの、大切にしているものあると思います。それらが突然消えてしまったら嫌ですよね。僕も嫌です。ただそんな時はもう一度ね、この状態で四隅と四隅合わせ折っちゃいます。さあこのように折ったら、先ほどと同じようにおまじないをします。いきます。指を鳴らすと、出てくるトランプ1枚、2枚、3枚、4枚にラスト1枚、5枚のトランプが元に戻ってきました。もちろんこちらのハンカチは何もありません。ちょっと不思議なハンカチ、デビルハンカチーフというマジックでした。ありがとうございます。